リールは、釣竿に取り付けて、釣り糸を巻き取る道具のこと。中国の画家バエンが1195年に描いた、リールが含まれる最も古いが現在でも使われている、リールの中で最も古いのは、フライリールなどの片軸受けタイプと呼ばれるものである。現在主流とされるリールを大別すると、先の片軸受けリール、主に船釣りや、 ブラックバス釣りに使われる巻き上げ力が強い両軸受け、リール、ルアーフィッシング全般や投げ釣りなど、幅広く使われる、スピニングリールである。フライリール編、軸受けタイプのもの。華奢なリールで、魚を巻き上げることはあまり得意としない。また、作りも他の種類のリールに比べ極めてシンプルであり、ハンドルと、スプールが一体となっている。 フライフィッシングに用いるリールはこの、片軸受けリールが多く、太いフライラインを収納することを念頭に作られ、フライリールと呼ばれる。防波堤の根を探り釣るヘチ釣りにも、軽量であることから差を含めた、釣り道具全体の操作性が上がるため、片軸受けリールが用いられる。丸型ベートリール、ベートキャスティングリール、ベートリールとも呼ばれる。主に船釣りや一部の磯釣り。 ブラックバスを中心としたルアー釣りに使われる。糸が出ていく方向が巻き取りの面と平行であるため巻き上げ力が強く糸よれもほとんど起こらない。ただし投げ目的で使う場合キャスト時に口術のバックラッシュというトラブルが起こりやすく使いこなすにはブレーキの調整、サミングなど多少の慣れを要する。 両軸ケリールの機構その名の通り、スプールの回転軸が両脇から支えられている。クラッチを備える。仕掛けの投入時にはクラッチを切り、スプールの回転をフリーにする。巻き取り時にはクラッチを入れ、ハンドルを回すと、スプールが回転し、糸が巻き取られていく。一部の大物釣り用以外のものは、バックラッシュの対策に糸を均一に巻き取るための機構。 レベルワインダーやブレーキを備える。バックラッシュスプールはキャストの瞬間から放出される糸に引かれて勢いよく回転し始め完成に折り回り続ける。一方、糸の出る速度は重りやルアーが空気抵抗や着水により失速するにつれ遅くなっていく。スプールに巻かれた糸の災害臭の収束が糸が出ていく速さを超えてしまった時に、 スプールからほどけた糸が、スプール内で緩み絡まってしまう。これが釣りで言うバックラッシュである。電動リール両軸受けリールに、電動巻き取り機構を取り付けたタイプで、ほぼ船釣りのみに使用される。自動的に糸が巻き上げられるために、特に大きな仕掛けや、数百メートルの深海を狙う場合などは、従来の両軸受けリールに比べ圧倒的に、体力負担が減るほか、 その快適性から現在多くの船釣りでもよく使われるようになった。サイズも深海向けの超大型タイプから片手で楽に扱えるタイプなど多様化している。岸からの投げ釣りや磯釣り、多く乗るアー釣り、及び一部の船釣りに使われる。キャスト時には糸はほとんど抵抗のない状態で出ていき、またスプールが回転しないのでブレーキも存在しない。 前述のバックラッシュが起こりにくいため、両軸受けリールに比べると扱いやすいことから、初心者向けとされる場合もあるが、遠投を求められる投げ釣りや、ベートリールが苦手とする軽い仕掛けのキャストに好んで使用される場合も多い。スピニングリールの機構スプール軸と平行に道糸が出ていく。釣り用リールの中で唯一スプール自体が回転しない。ハンドルを回すと、 ベールアームと呼ばれるパーツが、スプールの周りを回転し、糸を巻きつけていく。巻き取り面が、道糸と90度ずれていることによって、糸揺れが起きやすく、ライントラブルが多発しやすいという欠点を持つ。これを改善すべく、台話成功のツイストバスターなど、各社より糸揺れを減少させるための様々な機構が、開発されている。ハンドルは、 基本的に着脱によって左右を自由に変更できるため釣りの種別やリール用途に合わせやすい。スピニングリールの各部名称ベール釣りザオリールフットハンドルノブ脚、ストッパーレバースプールドラグノブスピンキャストリール外観からクローズドフェイスリールとも呼ばれる。構造はスピニングリールに似ているが仕掛けを投げるときはボタン一つで操作方法は両軸受けリールと同じ。 仕掛けを遠投する容易さは両軸受けリールよりかなり簡単でスピニングリールよりも簡単。日本ではあまり人気がないが、欧米などでは初心者向きのリールとして人気がある。日本でルアーフィッシングが流行り始めた頃は多く売られていたが、当時のスピンキャストリールは糸絡み等の問題点が多々あり、人気も下火となってしまった。しかし現在のモデルは、 技術改良が進み、糸絡み等の問題点は、ほとんどなく、使えるようになった。近年のスピンキャストリールは、ゼブコ社製のものが有名である。ありがとうございます。